8時半からありまして、その後に21時から裏ナンバちゃんの方で西馬とマリオゲームをします。そうなの、そうなの、そうなの。そう、久しぶりの芸研。楽しみ思うんですけど、ずっとハイテンションでなんかやって、一緒に見ててもおもろいけど、一緒にやっててもほんまに楽しい、楽しいです。だから今日もすごい楽しみ。そうそう、あのちゃんとケイトがあのゲームは他のゲームあんまりできへんから、あのもしもしマリオとかだったらできたりしますかって確認されて、すいません、マリオだけならなんとかできると思いますって言ってマリオになったんですけど、ほんまにちょっとね、ちゃうゲームもそろそろできるようになりなよって感じなんですけど、けどゲーム文化がなくて、あんまり家でゲームしてたことがなかったんですよ昔から。どっちかというとアナログ人間なので、そう、なんかデジタルゲームを家でやるっていうよりはなんかドッジボールとかそういうのやってたんですよ。そうだからさ、ほんまにゲームをたどってこなくて、あんまり人生で。そうなのよ。そうだ、ゲームに一旦ハマるって時期がなかったんですよね。そらなんか友達の家に行ってマリオしようみたいなのはあるから、だからだからマリオだけできるんですよ。でも今これぐらいの年齢になってゲームしようとかあんまないから、だからスマブラとかはあんまできなくて、そう、家族はやってたりするんですけども、操作が頭が追いつけなくて、そうそうなの、みんなどんどん上手くなっていくからさ、ついてどんどんついていけなくなって、そうそうなんですよ。ゲームはね、けど弟がいるんで、ゲームはあるのはあるっていうか、こうゲームをする機会は多分何回かはあったんですけど、通ってこなかったですね。そうなかったね。だから今になってちょっと後悔してる。うわ、あの時ゲームしとけばよかったなって。ケイトの遊びの定番はもうほんまに鬼ごっこばっかりしてたし、しかもめっちゃドシンプルなノーマル鬼ごっこ、流行りはタッチ返しが流行りで、タッチされた後にどんだけ高速でタッチできるかっていうのと、まあ鬼ごっこって足速くなくてもこうかわすのとか、こうシュッシュッシュって横に方向転換するのが上手い人とかが強いじゃないですか。だからそういうのにそういう人のに一緒に鬼ごっこしてもらって、どんどん上達するっていう、もう何してたんやろっていうようなことをしてたんですけど、今となってはもう何の能力もついてないんですけど、まあ、その時はそれが楽しくて。そうなのよ。わあ、ケイドロとかやってましたね。やってた。ケイトはあれね、泥棒の方が好きやった。警察より。そらそうか。警察側が鬼やから。逃
ける方が好きやったんやけど。そうなんですよ。なんか大人数でしたらちょっと隠れ鬼ごっこみたいなんで、さあこう鬼から隠れながらね、鬼ごっこしたりとか、そんなんが好きでしたね。そう、今残ってる能力は何もないんですけど、今使えるものは何もないけど、そうか、ドッジボールするか、缶蹴るはあんまりしてなかった。缶がなくてまあ缶なくてもできる石とかでやればいいんやけど、缶蹴りはあんま流行ってなかったな。けどお正月に親戚で集まった時には毎年缶蹴りしてました。いとことかと、いとことはだから缶蹴りしてたかも。そう何流行ってた、ほんまに。あとはケイトラはあれですね、 S 棒、なんかこういう鉢みたいな、ピーナッツみたいな形のやつでこうやって滑っていく S 棒か J 棒かなんかそんなんがあるんですけど、それがみんな欲しくて、それを持って遊びに行くみたいなやってた誰が一番早いかとか競ったり、あとそれ乗るのが上手い人のなんかその人のその J 棒っていうのがあって、やっぱ上手な人のやつはちょっとなんか滑りがいいんですよ、滑らかで、だからなんかやりやすくて、そう誰のやつが滑りやすいかとかそうそう、こんなちょっと調べてみてください。 J 棒やったかな、 S 棒やったかな、なんかどっちも呼んでたんですよ、どっちで呼ぶ人もいた。ケイトは J 棒って呼んでたんやけど、そうカスタマイズするとかはなくて、なんかまあいろんな種類があるんですけど、まあ、自転車とかと同じでいろんな、まあ、デザインのやつはあるんですけど、基本形は一緒で、そうそれで、そうスケボーみたいな形なんだけど面白い楽しいですよ、やってみてほしい。結構むずいんですよ、そうなかなか。そんなんが流行ってましたねあとは一輪車とか、ケットが 5,6 歳の時は一輪車が流行ってた。そう一輪車みんな乗ってた、ね、ケットも一輪車が欲しくてクリスマスプレゼントに一輪車頼みました。ピンクの一輪車が今も家の外にあるんですけど、外になんか放置されてるんですけど、もうピンクがなんかだんだん白になってきてすごいなんか日焼けしてる自転車があるんですけど、そう自転車が流行ってたな、ブームで。学校とかももう休み時間になったらみんな一輪車取りに行くから、一輪車なくなってなくなるみたいな。そう今乗れるのは乗れると思うよ。だけどあのその場で乗るのあるじゃないですか、何も持たずに支えなしではできないかも。そうだけど支えをあって乗って漕ぐことはできると思う。その場乗りはできないけど、あと止まったりとかできんけど、漕ぐだけなら大丈夫だと。
もうしばらくやってないけどな。そう、昔はだから一輪車に乗ったまんま鬼ごっことかしてたもうくる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 回るから、それで一輪車で鬼ごっこしたりしてた。うん楽しい、それが楽しかったですね。そう、そんなんばっかりしてたから、そうだからめっちゃこの時期とか日焼けすごかったし基本外にいたんですけど、最近はそんなこともないですね。もうめっちゃでもないけど、インドア派にはなりましたかね。なりましたかねそんな公園に出かけるようなことはなくなったね今ってさ、何で遊んだらいいのかもう分からへんくて、皆さんは何して遊んでましたか。遊ぶって10代の遊ぶって何なんですか何してたんですか。あ、このタイミングでゲームするんか。え、おままごととかも全然してなくて、おままごとするのも外でしたなんかその辺に落ちてる木の実とか、あと葉っぱとか使って葉っぱ、そう、泥団子とか作って、泥団子に葉っぱ巻いておにぎりとか言ってやったり、あともう落ちてる葉っぱじゃわ、落ちてる花拾って、なんか水と溶かして色水作って、これがジュースとか言ってやったり、そうやってた。え、こんな赤いちっちゃい木の実みたいな落ちてません？公園にめっちゃ落ちてたんですよ。ケイトの公園じゃないけどそう、プリクラね、プリクラか。え、ほんまにだからさ、メンバーとかともさ遊びに行こうって言ってもどこに遊びに行っていいか分かんないんですよね今。そうそう、なんかショッピングとかはあるけどさ、遊ぶってむずいボーリングとかちゃう、ちょっとちゃうか。でもボーリング2人で行ってもな大人数で行きたいやん。そうだ、結局テーマパーク行くかとかになるよね、遊ぶ系で言ったら。そう、カフェとかまあまああるけど、カラオケね、確かにメンバーでカラオケ行くことあんまないですね。他のメンバーもやと思うけど、メンバー同士でカラオケ行こうってあんま聞いたことないかも。ないな。ね、皆さんも遊び場所には悩んでるそうなので、ぜひ NMB48 シアターに来ていただいて、うん、あ、何よりも最高の遊びじゃないけどまあ遊びみたいなのを提供しますので、ここに来てください遊び場所に迷ってる方はこちらへ、 NMB48 シアターがおすすめです。夏休みもまあちょっとお盆過ぎなんですけど8月15から17の3日間は鉄砲大阪ベイサイドにもいるのでサマーライブやってます。夏休み空いてたら来てくださいということで、そろそろメイク呼ばれるので行ってきますありがとうございます、教えていただいていろいろ。10位ともやんさんありがとうございます。9位あさとさんありがとうございます。
8位ひよこさんありがとうございます。7位佐藤さんありがとうございます。5位5番さんありがとうございます。4位福さん